はいどうもこんにちは、枝広です。このチャンネルは広島県福山市総光寺住職がお届けいたします仏教エンターテインメントチャンネルです。今回はこんな感じで背景合成しましてね、撮影をしております。というのも前回パソコン買いましたよっていう動画を上げたんですね。でその後パソコンを組み立てていく動画をこう録画してたんですけど、いやね、結局3時間ぐらいかかりまして、それで、ずっとカメラを置いて3時間ずっと組んでたんですね。わからんながらに あーかなこうかなって言いながらですね、こうやってたんですよ。で、あ、パソコンできたな、よかったなと思って、で、その3時間撮った動画をどうしようと思って、で、とりあえず長回しをこうギューンと縮めてですね、ちょっと早送りで再生してやってみたんですけど、いやね、これ何の動画にもならんなと思ってですねどうしていいかわからなくてですね、もうこれはですね、それを背景に使って、ちょっと話をしようかなと思ってですねちょっと苦肉の策みたいな感じで動画を撮っておりますということでですね、だらだらと話をする動画ということでお付き合いをいただけたらなと思うんですけれども、これからですねちょっとシリーズ化したいなと思ってる動画があって、それはありがたくない法話シリーズっていうのをねやろうかなと思っています。この4月から5月にかけてYouTube デビューされたお坊さんってすっごいたくさんいるんですよ。多分いろんな業界の方がですね YouTube でデビューされたと思うんですけれども、お坊さんもたくさんデビューしまして、そのありがたい法話を上げてくださってるんですよ。で皆さんにぜひそっち見てもらいたいなと思うんです。で私もできればそのありがたい法話とかしたいなと思うんですけど、あんまりですねそう得意じゃないですし、私がやるよりも、そこにこう長けた方がですねしてくださった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。でぜひですねそういった動画を見てほしいなと思います。私は私ができる話ということでありがたくない法話シリーズっていうのをやっていこうかなと思っています。ありがたくない法話シリーズですんで、普通に聞き流していけばいいんじゃないかなというふうに思います。癒しの力よ。この度は仏教とラーメンということをですね一つテーマに話してみようかなと思います。皆さんラーメン好きですか？どうですか？ラーメン好きですか？ラーメンってねもはや仏教なんですよ。あれはねもはや仏教と言っても過言ではない。ラーメンと仏教ってものすごい共通点が多いんですよ。おそらくこんな話をしているのは多分全国で私しかいないと思うんですけど、だけど私の中ではですねこうラーメンというのはすごくその仏教的なものを感じるわけであります。まずねラーメンと仏教の共通点その1、外来のものでありながら日本を象徴するものであるということです。お寺っていうのはもちろんインドから入ってきた仏教という宗教の信仰施設であるわけですけれども、外来の宗教ではあるけれどももはや日本を象徴する場所ですよね。お寺って聞いた時に外国だと思わないですね。お寺と聞いたら日本だと思いますよね。だから外来のものであるけれどももはや日本を象徴するものなんですね。お寺とか仏教って聞いたらイコール日本っていうね、そういうふうな、図式ができてると思うんですね。外来のものであるけれども日本を象徴するものであるということですね。これとラーメンは全く同じ図式じゃないですか。ラーメンって皆さんご存知のように中国から入ってきた料理じゃないですか。でももはやラーメンって日本の国民食ですよね。もう日本人の生活そのものに根付いている食べ物ですよ。私も体の8割は、ラーメンでできていると言っても過言ではないと思いますね。そう、私の体はもはやラーメンです。だからラーメンというのは外来のものなんですけど、もうもはや日本を代表する国民食です。日本といえばラーメンです。もうラーメンといえば日本、もうそれぐらい言ってもおかしくない食べ物じゃないかなと思うんですね。外来のものでありながら日本を代表する国民食である、ここがですねもう仏教とラーメンの共通点ですね。癒しの力よ。2つ目の共通点は多種多様な種類があるということです。仏教というのは事細かく宗派の違いがありまして、そしてこれは本当に同じ仏教なのかって言えるぐらい大きく違う教えの考え方っていうのもありますよね。特に私たち浄土真宗なんかはもう髪の毛も剃らない、出家もしない、修行もしないって、それで本当にお坊さんなのかみたいなねところがありますよね。でもお坊さんなんですよってこう言っていけるわけですね。こんな私でもお坊さんなんですね。これが仏教の懐の深さというかですね、裾野の広さといいますか、お経の数は8万詩篇あると言われていますね。
8万4千って どんな数だって思うんですけど、まあ、それほどに膨大なお経典があり、その膨大な経典を三蔵法師と言われる偉いお坊様方がどんどん訳してくださってね、またそれに膨大な訳があるわけですね。お経典には多種多様な解釈が生まれ、そしてどのお経典に寄っていくかっていうことによって様々な宗派が生まれているわけですね。これはですね、本当に仏教の素晴らしさというか仏教の凄さと言ってもいいと思うんですけれども、ものすごく多種多様な教えがそこに混在して、どれも美しさがあるわけであります。仏教の凄さっていうのはここにあるのかなというふうに思うわけですね。それと同時にラーメンもすごいじゃないですか。ラーメンって言われた時に皆さんどんなね料理思い浮かべますかね。あなたの好きなラーメンどんなラーメンですかって言われたら、ものすごい種類あるでしょ。ラーメン食べに行こうって誘われた時に皆さんどう思います？ラーメンいいね。でどんなラーメンって思いません？どんなラーメンって、これねなかなかないと思うんですよ。だって普通ですよ、焼肉とかお寿司とか言うとですね、だいたい焼肉はこんなの、お寿司はこんなのってね、こう頭に浮かびますよね。でその中においてラーメンって言われるともう右から左までめちゃくちゃあるから、どのラーメンってなるじゃないですか。そのあなたの好きなラーメンってどんなラーメンなのって話になるじゃないですか、ね、この料理っていうのはすごく珍しいなと思うんですね。何か食べに行こうって言われた時にラーメンだけは簡単に返事はできない。それがあっさり系なのかこってり系なのか、麺は太いのか細いのか、チャーシューはごついのか薄いのか、もう聞くこといっぱいあるじゃないですか。こんな料理はね他にはないんですよ。他にはない。いやいや、パスタがあるじゃないかっていう人いるんですよ。パスタだっていろんな種類あるじゃないかって言うんですけど、パスタはそのお店に行けばいろんなパスタが食べれるんですよね。今日はちょっとクリーム系が食べたいなとかトマト系が食べたいなとかいっぱいあるじゃないですか。だからどのお店に行ってもだいたいいろんな種類のパスタが食べれるんです。だからそういった意味ではパスタはね安心感があるんですよ。でもねラーメンはねそうじゃないじゃないですか。ラーメンはそのお店ごとでもう限定してあるでしょ。だからもう入ったが最後なんです。入ったが最後、そのラーメンが自分に合うかどうかっていうのはもうこれもう本当に1対1の勝負ですよ。その1対1でこのラーメンと向き合わないといけないわけです。ラーメンの場合はお店ごとでもう決まってますから、もう入ったが最後、もうラーメンと1対1でこう向き合わないといけないわけです。もう自分が問われるわけですよ、このラーメンと向き合った時にね。お前はこのラーメン食べれるのかと、お前これ食べれるのかと、こうねラーメンの方からこの私を通ってくるわけですよ、ね、これがラーメンですよ。ですんで、ね、こんな食べ物はね他にないんです。だからねたくさんの宗派がある仏教というのとたくさんの種類があるラーメンというのはもはやもう同じものと捉えてもいいんじゃないかなと思うんですね。だからあなた仏教好きですかと問われて、一緒に仏教信仰しましょう問われた時に、どんな仏教、どんな仏様、それは修行とかするのとかね、いっぱい思うじゃないですか。これね仏教特有なんですよ。仏教特有です、ね、これ多神教であるっていうことですね。この信仰する対象がたくさんあるということです。どの仏様と向き合っていくのか、どの菩薩様と向き合っていくのか、ここが仏教のすごく大切なところです。これとラーメンは一緒なんです。どのお店に行くのか、どれが私に合っているラーメンなのか、やっぱりこってり系がいいのか、背脂は多い方がいいのか少ない方がいいのか、麺は細い方がいいのか縮れている方がいいのか太い方がいいのか平打ちがいいのか、もはやつけ麺の方がいいのかっていうね、これがですね仏教とラーメンというところの共通点、2つ目ですね。2つ目、そして最後に3つ目、癒しの力よ。最後に3つ目、もう本当はね仏教とラーメンの共通点は100やつあるんですけどね、もう今日はその3つだけ挙げていこうと思うんですけど、これ3つ目、これはですねどちらも私を幸せにするものであるということです。仏教というものを一言で言うならば、それは薄苦与楽と言っていいでしょうね。苦を除き楽を与える。今から2500年の昔にお釈迦様がこの世にお出ましくださって、この私に仏法を残してくださったわけですけれども、なぜこの仏法を残してくださったかというと、この私の苦を除こうと、あなたのその苦しみ、あなたのその悲しみを取り除いてあげましょうと、それがお釈迦様の願いであり、それが仏様方の願いでありますよ。その方法論は様々であっても、薄苦与楽、苦を除き楽を与えるんだ、これが仏様の願いです。これと
ラーメンは全く一緒じゃないですか。この私の前に熱々の状態で出てきてくれてね、この私の箸がラーメンの麺をすくい上げ、ずる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 っとこう胃袋の中に入ってきた、その時にね、出汁の奥から語りかけてくるわけですよ。今日も一日よく頑張ったねって、辛いことがあったねって、今日も苦しかったねって、そんなあなたを幸せにするぞ、そんなあなたの細胞となってあなたを支えていくぞとね、ラーメンがこの体に満ち満ちていくわけでありますね。ラーメンというお慈悲がこの私の体にこうスーッと入っていってですね、細胞の一つ一つに染み入ってですね、この私に楽を与えてくださるわけであります。いやー、ラーメンはね、素晴らしいですよ。まさに博苦与楽の食べ物といって過言ではないでしょう。私はね、ギットギトの豚骨にね、細麺があってね、ニンニクが 1.5 個ぐらい入ってね、もう一口食べたらくせえ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 ラーメンが好きなんです。はい、好きなんです。だからね、いろんなね、仏教がありますよ、いろんな宗派がありますよ。その時にね、あなたの宗派の売りは何ですか、あなたの仏教の売りは何ですかって、それと同じようにね、あなたのラーメンは何ですかって、あなたのラーメンの売りは何ですかって、あなたのラーメンの特徴は何ですか、どんなラーメンなんですか、こう聞いていけるじゃないですか。もはやラーメンは仏教でしょう。私はね、そう思うわけですね。日清の創業者安藤百福さんという方がおられます。あの安藤百福さんが残しておられる人類史上最大の名言と言われてますけどね、その言葉の中に、人類は麺類である、人類は麺類である、こんなに響く言葉ありますか。その通りだなと、人類は麺類だな、ゆえに仏法が必要だな、そんなことをですね、改めて感じるわけであります。ちょうどお時間が参りましたので、今日の私の話はこれぐらいに閉じさせていただきたいと思います。ありがたくない方はお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。皆様にとって今日という一日が素晴らしい一日になりますように。それではまた会いましょう。